道の空遺跡復元住居道の上遺跡一堂の上遺跡は岐阜県高山市区久,久野町久区にある縄文時代の集落跡、日田川と八尺川の合流点の絶上大地に存在する。国の史跡に指定されている。明治時代にはすでにその存在を知られていたが、1972年に久区中学校郷土クラブにより遺構が発見され、 翌年に中学校建設のための緊急調査が行われるまで詳しい調査は行われなかった。その後、1979年まで継続して発掘が行われ、縄文時代前期中央から縄文時代中期抜揚にかけての移行が確認された。第一中央部に土工墓があり、第一辺縁部にこの字型に配置された住居跡が見られる。住居跡の総数は、 縄文時代前期のものが9、中期のものが34で総計43を数える。現在には栗が用いられているが、住居形式は時期により変遷が見られる。前期中央のものは地所を中央に持ち、4本柱のある方形の住居で建物周囲に就合を有する形式で、新州方面の文化の影響が見られる。前期公用に入ると円形の住居が見られ、 他に、小判型、五角形、楕円型の住居も見られるようになる。また、地所も、福祉記となり、北陸や関西方面からの影響が伺えるものとなっている。出土品は優絶戦闘機や、石棒のほか、早期の押し型分土器、北陸型の葉脈状分土器がある。出土品には、瀬戸内から関東由来のものが見られるが、傾向として、 住居の変遷と同じく、新州方面の影響の見られるものから北陸、関西方面由来のものへと変化しており、この地域が時期ごとに、いかなる方面から影響を受けていたかを把握することができるようになっている。1980年3月24日に国の史跡に指定され、1982年にかけて史跡公園として整備された。 出土物は隣接する久具の歴史民族資料館で展示されている。ありがとうございます。